皆様こんにちは、じゅんです。カメラとかガジェット系の動画を楽しみにされていた皆さん、すいません。今回は車のお話です。今乗っている A35AMG という車、すでに1年ぐらい乗っているのですが、レビューを出していないなと思い、走行動画をかき集めてきてこの動画を作成しました。少し長くなりますが、次のような内容をお話しできればと思います。まず購入理由、それからオプション装備について、走りについて、電子制御装備周りの進化について、バグや不具合です。まずは購入理由からです。前の動画でもお話ししていますが、理由はいくつかある中で、大きかったのがエンジンの始動音が大きすぎるという問題です。後ほど触れますが、近所への気配りと、何より自分が夜中でも遠慮せず使える車にしたいという思いから買い替えを検討しました。車の選定においては、第一条件が悲しいかな駐車場のサイズである幅1800ミリ以内であること。今時の車は大きくなりすぎていて、幅1800ミリに収まるものがなかなかありません。 CLA のスタイルが好きなのですが、現行の CLA は1800ミリを超えていました。コンパクトハッチかと思いつつ、各社このクラスでしか選択肢がない中で選んだのが A35 です。ちなみになぜ A45S じゃないかというと、ボディサイズと音の問題からです。購入車両のオプション装備についてです。この A35 という車両、オプション装備がある程度パッケージとしてまとめられていて、欲しいものだけを選ぶことができない仕様になっていました。本当は CLA45 の時についていた AMG ライドコントロールサスペンションと呼ばれる電子制御ダンパーは欲しかったのですが、普段使いを考えると、シートはレカロのバケットではなくノーマルシートが良かったりしました。このあたりがパッケージとして一括りになっていたために、どちらかをチョイスする必要があり、市場で足回りの挙動を確認した上でノーマルシートを選びました。電子制御ではない足回り、ちょっと固めではありますが、思ったほど悪くはないです。そしてずっとオープンカーばかり乗ってきて、 CLA にもサンルーフがついていたので、本当は開放感のあるサンルーフも欲しかったのですが、ここは妥協しました。走りに関してはいくつかの観点で見ていきたいと思います。まず買い替えの理由の一つがこれでした。先代 CLA45 は始動音が大きいんです。車好きからするととても良い音ではあるんですが、住宅街ということもあり、駐車場側の家からクレームが入りました。もちろん違法改造はしていないものの、気持ちはとても分かりますし、安心して夜中でも車を使えるようにしたいというところから、始動音が静かな車というのが一つの観点となりました。走行音に関しては先代 CLA45 でもそうでしたが、 C モードはとても静かです。細かい部分でうまく言葉で表現できないのですが、エンジン音の出し方が4気筒っぽくないのもメルセデスを気に入っているポイントです。先代 CLA45 では S モードから結構激しめな音とバブリングがありましたが、 A35 ではちょっとパワフルで普段使いしやすいモードになっています。バブリングも多分していません。 S プラスにするとアイドリング音から変わります。AMG は昔からサウンドチューニングもされているので、そのためかちょっとわざとらしい音だなとは思っていましたが、なんとこの音、後席スピーカーから出ているようです。スピーカー交換をする際はインピーダンスとか音域の特性に気をつけておかないとまずそうです。なお S プラスではシフトアップ時の音の演出やバブリングのような、その気にさせるような音の演出もしっかりされています。これらは車内だけの音ではなさそうです。ロードノイズは相変わらず大きめです。これはタイヤサイズとか銘柄からしても仕方ないことかと思います。それ以外は遮音性も上がっているように思いますが、パネル類のきしみは相変わらず発生しがちな部分があります。 C モードでは特にやはり FF っぽい挙動が残ります。先代のレビューの際にも話した気がしますが、通常走行時に危なくないよう、あえてアンダーステア傾向を残してあるような気がします。トルクがあるので C モードでも少し踏み込むと十分すぎるぐらいの加速感です。S や S プラスにするとパワーはもちろん、私の気のせいでなければステアリング制御も変わるのか、走りの質がだいぶ変わります。ただこれは仕方ない部分ですが、先代 CLA45 と比べると高回転での頭打ち感はあります。それほど高回転まで回るエンジンでないのと、
シフト制御がしっかりしているので若干気になるかなという程度であって、それほどひどいものではありません。シフトに関しては確実に進化しています。仙台 CLA45 も今回の A35 も中古で購入しているので、使われ方とかオイルの劣化具合によるところはあるかもしれませんが、大きいシフトショックとか接続を迷っているような滑り感みたいなものはなく、前のモデルとはスムーズさが全然違います。次に電子制御装備周りの進化です。 MBUX と呼ばれるインフォテインメント周りはかなり進化しています。納車されてすぐは新しいスマホを買ったかのようで、ワクワクと同時に結構めんどくさいなと思っていました。メルセデスというワードに反応してしまう音声認識は納車されて即オフにしました。発話するときはステアリングスイッチから操作できます。この MBUX は通信機能を持っていて、機能追加やデータ更新を行うことができ、 SOS 通報機能等も備わっています。この通信機能、良くも悪くもという側面もあります。最低限の機能はそのままでも使えますが、おそらく正規ディーラーでないところで車を買った場合に通信周りの機能を使いたい場合には、オーナー登録的なことを行い、通信モジュールの有効化をしてもらう必要があります。多分有料です。あとは機能追加に関しても1年間有効みたいなものが多く存在するため、使い続けるにはランニングコストがかかる機能もあります。このあたりは購入前に頭に入れておきたいところです。オプション機能でカープレイと Android Auto が使用できるため、早速それなりの額を払い機能を購入したのですが、こんな感じになってしまいます。ワイドディスプレイをフルに使い切れず、微妙な状態ですぐに使わなくなってしまいました。正直これは1万円返してほしい。前に乗っていた CLA45 は中期型で、パーキングアシストがあったためステアリングにモーターも入っていたはずなのですが、なぜかステアリングアシストがついていませんでした。今回の A35 はステアリングアシストもついており、アダプティブクルーズコントロールが半自動運転になっています。クルコンという括りであり、信号までは確認してくれないので、今回もドライバーのアシスト機能であるという位置づけとしては変わりませんが、これだけのことでかなり便利です。ただ前期型の A クラスはステアリングのセンサーがトルク感応型のため、ハンドルに手を添えていても頻繁にハンドルを持ってくださいというアラートが出ます。ここはちょっとイマイチなポイントで、後期からは静電式になっていて、触れていればこのアラートは出ないようです。自動ブレーキがかなり敏感になっているように思います。車線変更した際に急に何かに反応して急ブレーキがかかるみたいなことに数回遭遇しています。車両の全方位にセンサーがついているので、おそらく後続車両が接近していないことなどは確認してくれているとは思いますが、かなり怖いです。バグや不具合も結構出ています。まず A クラスの前期型車両、年式にもよりますが、いくつかリコールが出ています。このあたりの対応は正規ディーラーで行う必要があります。 MBUX 関連のリコール作業の際に、テレビキャンセラーがついていないことだけ確認しておいてくださいと言われて、確認したらついていたので取り外しました。場合によってはコンピューター周りのセキュリティのせいで正規ディーラーでもどうにもならなくなる場合があるのだとか。帰宅して駐車しているときに急にオーディオが爆音になりました。何かに触ってしまったのかとボリュームコントロールダイヤルを下げてもまた最大まで上がってしまいます。ダイヤルを押し込んでミュートにしてもまた上がっていきます。何をしようと最大ボリュームです。こちらは一度エンジンを止めて再始動してからは発生していませんが、ネット上にも情報はなさそうでした。走行中に何か表示されたので、表示を消すつもりでハンドルスイッチを操作したら急に電話をかけ始めました。なんだこれと思ってつながるまで待ってみると、緊急レッカーサービスとのこと。車両の誤動作でかかってしまいましたということで電話を切りましたが、特に激しい段差を超えた時とかでもなく、きっかけが謎です。ちなみにこの現象は2回発生しています。走行中、信号で停車するためにスローダウンしている最中に、突然警告音とともにイグニッションをオンにしてくださいというアラートが表示されました。
いやエンジンかかって走ってるしと心の中で突っ込みつつ、とりあえずその現象を撮影したのがこの画像です。発生はこの時の1回のみです。メーター側ではなく MBUX 側のディスプレイに出ているので、走行には支障がないものであることを願います。4月のある日、夜友達を送って帰る途中でメーター上の温度表示がおかしいことに気づきました。外気温は 12.5 度、30分以上は走行した後で水温70度ぐらい、油温とミッションオイルも正常範囲ではありますがかなり低い表示です。センサーかサーモだろうと思いつつ、これもこの1回のみです。10月には先ほどとは逆で、まだ若干気温は高いものの30度は切っているという状況で、少しエンジンを回したりした後停車するとラジエーターファンが勢いよく回り出し、水温がぐんぐん上がっていくという現象に遭遇しました。ただ不思議なことに警告灯がつく手前のところで止まります。これは何かのフェールセーフ機能が働いていると思い、テスター診断してもらうもののエラー記録はありませんでした。これに関しては何度か再現テストをしています。始動直後、機械式駐車場を下ろしている間に50度を超えて、少し走ると5分以内には90度を超えるという、湯沸かしポットなのと思うような水温の上昇を確認できます。おそらくセンサーか信号を送る経路でのトラブルだと思いますが、冷却周りの温度は燃焼にも影響するのでエンジンに良いはずがありません。こちらの現象は現在ディーラーに車を預けて確認してもらっているところです。余談なんですけれども、ディーラー整備も診断機で何も出ないとお手上げみたいな時代なんですね。早く原因を突き止めて直していただけるといいなと思っております。総評です。走りや内外装、装備については満足しています。しかしコンピューター周りのバグが多すぎではというのが率直な感想です。最新のクルコンとかに慣れてしまって便利さを知っているので微妙なところですが、安心感という面からは古い車に買い替えたくもなっています。基本性能や装備についての満足度は高いのでまだしばらく乗ると思いますが、このままバグに遭遇し続けると思いつきで買い替えてもおかしくないなと思っているのが現時点での正直な気持ちです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは普段はガジェットですとかカメラのレビューを中心にお届けをしております。時々こういった車ですとか仕事絡みの AI のお話もさせていただいております。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは失礼します。